今日は僕はメンタルマネジメントについて喋っていきたいと思ってますので、お付き合いよろしくお願いします。潜在意識、要は自分が意識下に置けるところにあるんじゃなくて、潜在意識のところにあるんです。これ以上でもなく、これ以下がでもなく、この間が私よ。例えばストッキング、この3つの箱のどの記憶の量が一番多いか、一番多い記憶の量のところに僕たちは呪縛を受けるんです。